はい、こんばんは、山城と申します。今日はね、コメント返しっていうのをね、やっていこうと思います。これ YouTube の方だとコメントね、いただいたらコメントに対してね、リプライ、できる、機能があります。ニコニコの方もリプライができないわけではないんですけど、その YouTube のリプライと大きく違うところがあって、その動画内にはね、その下に書き込むとかしてね、その後ろに書くに、書き込んだりすることによって、返したり、とかね、ツッコミをしたりとか、そういうことはできるんですけど、その人に直接そのメッセージとして送れるわけじゃないんで、言いっぱなしになって、だから質問系のやつとか書き取った時に、その場でね、返信書くんで、動画を見たらね、確かに、後からまた見てもらったらね、わかるわけなんですけど、そんなね、いつ書かれるかもわからないやつのためにね、毎回チェックしに行くっていうわけにもね、大変なんで、ニコニコの方だと、こんな感じでコメント返し、この辺ね、するっていうケースも、大体生放送でやるケースが多いかなっては思うんですけど、うちの場合はちょっとね、生放送ではね、ちょっと時間作れないんで、これで、ね、やっていこうと思います。一応、今データ取ってあるのか、何日分までかな。今ね、動画のアップロードかけてるんで、めちゃくちゃネタが遅いんですよ。自分のトップページ開いてテキストを入力するだけで6分かかりますからね、動画アップロードしてるときは。もう本当にそれだけ動画のアップロードってもうダントツで、動画の視聴するダウンロードよりもアップロードでかけるやつは、元動画はそのまま素材動画があるんでね、実はめちゃくちゃ重たくなるんですよね。数倍から、場合によって十数倍ぐらいの大きさにまで膨れ上がりますからね。まだ更新止まんねえ。今、ちなみに、最初のあれ言ってからもう6分経過してますからね。やべえんだよな。しまったな。次回やり直す。こんばんは、山下と申します。テイク2なんですけどね。今回ね、コメント返しの方やっていこうと思います。何かというと、ニコニコ動画さんの方のやつなんですけど、 YouTube だとね、 YouTube も、ニコニコ動画もコメントっていう機能がね、どっちにもあるんですけど、だいぶ勝手が違うんですよね。一番大きな違いと言ってもいいんじゃないですかね、ニコ動と YouTube のね。 YouTube はアカウント名が入っとって、ですとか絶対にログインしてないとね、書き込みができないよとかっていうのはあったりするんですけど、名前があって、その名前のところにそのコメントが、廊下のね、下のところとかに入ったりしますよね。で、それに対して、返信ができたりとかする。Twitter とかね、Facebook の、投稿みたいな感じで、そこに対して返信を作れたりとかしてっていう感じになってるんですよね。ですので、そのコメント来たのに対して、質問系の質問感に対してね、その場でね、回答できるとね、そのままリプライつけてね、返信って形でね、カチカチカチって入力したれば、その、ね、投稿した人にも、その通知が入って返信来ましたよって来るんで、それで見れるんで、全然それを問題なく使えるわけでございますよ。ところがですね、ニコニコ動画の、コメント欄っていうのは、画面内にさーっと横に流れてるやつですね。わらわらとか。今この動画もニコニコの方だったら流れてるのかな。試しにそれっぽいの流してみると、こんな感じでわらーとかってね、流れたりするやつですよね。あれ作るの、まあめんどくさいんですよ。ちなみに。言ったからには、いやー、サブチャンネルに作らなきゃいけないのか。そんなことを置いといて。ニコニコ動画の場合、ちょっと制約はあるんですけど、色が使えないだったっけ、コード入力しないといけないだったっけ、秒数か、続けて入力できないとか、これしかプレミア会員じゃない。プレミア会員だとそのあたりの制限がないって、一般会員だと5秒に1回しか書けないかなっていうようなのがあったりしたと思う。5秒間隔とかだったかなと思うんですけど、でも全然書き込みができるんで、なんでちょっとコメントに対する文化っていうのは一番その YouTube とニコニコって違うんですよね。で、ニコニコの動画の方は気軽に書き込めるし、それでね、基本的に動画内で見とったら、そのリアルタイムにここ面白いとかさ、ここから音量注意とかね、入ったりとかにしてね、オートと音量、音量注意のね、コメントはね、本当にね、ありがたいですよね。とかね、いうのがあったりするんですけど、ピョンピョンしちゃうんじゃーとかね、なんか、とかね、
しますけどね、34秒ルールとかね、知らねえよな。肉の方の人だったら、ま、知ってる人多いと思うんでね、ぴょんぴょんしちゃいますけどね。で、話をぴょんぴょんさせろって話なんだよ。ぐだぐだやってんじゃねえよ。それで、って感じで書き込みが、してもらえるんですよ。で、ありがたいことにですから、YouTube よりも書き込みに対するその敷居が低いんでね、やっぱ書き込み量は、ある程度やっぱ入るんですよね。ニコ動の方のが再生数に対してね、っていうのがあったりする中で、一つだけネックがありまして、コメント返しっていう機能がないんですよね、これだと。で、一応その動画内で、その動画の後ろとか、そのコメントの後ろとかに矢印つけたりとか、まあ上下にね、下や上矢印つけてね、そのコメントに対する返信みたいなこととかはできるんですけど、そもそもそれが私が送ったものなのか、視聴者さんがね、投稿者さんがね、後からね、視聴者さんの方が、ね、詳しい人がそれで解説をつけたりとかっていうようなこともできるんで、誰が送ったのかわからないんで、一応、コメント主のね、私の方から、ウプ主のね、私の方から、正式なね、そのコメント返しみたいなのをね、ここでやっておこうと思います。普通はね、多分コメント返しってニコ生の放送でやることが多いのかなと思うんですけど、まあ、うちはもうちょっと、時間がちょっと取れないんで、収録って形でね、させてもらおうと思います。で、8月21日、とりあえずニコ動は、今回はちょっと初めてなんで、一番最初の投稿から8月21日に、コメントいただいた分までを返していきたいと思います。で、一応、古い順かな、に並べてあるんで、それをね、読みながら、それのコメントの返しをしていこうと思います。ということですね。ということで、早速やっていきたいと思います。まずは、ST017 の動画。近鉄5世紀から始まる、駅丸散歩。ああ、そうか、5世紀から始まるやつですね。駅前散歩をやるつもりが、駅間散歩になっちゃったんで、どっちになるかわからないように、駅丸にしたんでしたね、そういえば。っていうやつなんですけど、さよなら、河内長野の行き先方向、案内幕ね。ぐるーって回るタイプのね、やつがなくなるよっていう時にね、最後取りに行った時のやつですね、河内長野駅。で、まあコメントは、これは簡単なやつです。ウポツっていうね、いただきました。これもまあコメントのね、一つ、せっかくなんで読み上げながらね、こういうのも一般的によくあるやつなんですが、ありがとうございます。こういうのでも本当に嬉しいんですよ。コメント一つね、本当ウポツでいいんですよ、全然。書いてもらったらね、全然嬉しいですよっていうのが。これ YouTube も一緒です。ウポツ、全然書いといてもらったら全然私ハートマーク押しちゃいますよ、という感じでさせてもらってますんで、ね、ぜひ、よろしくお願いします。ちょっと、下世話な話をしておくと、ニコ動は明確に示してますね。そういったコメント数が、やっぱし、多い動画っていうのが上位に、というか、コメント数が多い順とかっていうような、ね、相当検索ができたりするんで、単純にコメント多い動画の方が伸びやすくなるっていうのがあります。で、YouTube の方も正式には言ってないですけど、どうも、コメント数が多い、好意的なコメント数とかが多かったりとか、コメント数が多いと、結構急上昇とかそっちの、まあ、うちはまあ、急上昇の機能値にもかかりませんけど、比較的その検索のアナリティクスで引っかかりやすく、いい位置、上位の上の方に上がりやすくなるっていう、どうも傾向があるみたいなんで、ぜひ、簡単なんでいいです。本当にウポツっていいんでね。あちらにウポツって、ウップオツ、アップオツから来てますね。アップお疲れ様ですの意味が、ね、ウップオツから、ウップオツ、オツは昔はオツの字ね、こうオツのオツの字を使ってたこと思う方ですけど、今はもうウポツになってますよね。一番簡単なんでね。で、ね、あげるときは、ウプ主があげるときは、ウップって言って、まあ、でも今見とったら最近ウップを使う人少ないですよね。まあ、あれですよね。それ知らんでもちゃんとウポツって入ったら、実はその、自分でウップって打ち込む人そんなにないんでね、あれなんですけど、試しにちょっと打ち込まずに最近ちょっと難しかったんでね、やってみましたけど、やっぱし動画の再生、アナリティクス、エンゲージが完全に減っちゃうんで、またちょっと入れとかないとなと思います。ただ、あれはあれで多少荒らし感がありますんでね、ほどほどにやらないとなとは思いつつもね、上げた動画の数が何十本、今650本ぐらいにいってんのかな、ニコニコ動画の方は。もう、すぐね、この2、3クリアというの、
カットに聞こえてますんで、まあ十分嵐になってしまってるんで、それあれなんですけど、とりあえず投稿で、全部ねやりきるまではね、古いのストック使い切るまではね上げていこうと思ってますよということで、すごいウポツからここまで広げるかという感じでやってますけど、まあこんな感じでちょっとね、ニコニコ動画の方のそのいわゆるニチャン用語とかニコニコ用語って言われるようなね、ところのところも、まあ自分の分かる範囲でね、もうちょっと幼で古い用語なんか全然分かるんですけど、新しい用語はちょっとついてきてなかったりしますんでね、そのあたりとかもちょっと解説しながらやっていこうと思います。で、次がなんだサブチャンネルですね、なぜ西小金井駅は小金井駅の東側にあるのかっていうのに対して、コメントから、報告的には南だし、小金井駅構内に隣接してるだろう、何言ってるんだっていう、コメントが、いただいてましたね。で、まあ、これに関しては要はその一で言うと正確に言うと南東なんですよね、うん、でその構内に、正確に言うと構内には隣接して、構内に隣接というか、駅構内にがこう校内って言うと改札の 中とかそういう風になってきますよね。まあ、厳密にとこで分かれてるという、まあ、細かい話をしてますけどね。なっちゃうのと、まあ、単純にその、西桑名っていう名前で、その東西的にどっちの位置にあるかって話、井戸の話だけね、したかったんで、東っていう表記をしてます。その、厳密に言うと、その東口から出て、その先のところにありますからね。うん、っていうので言ったんですけど、一時期言うと、まあ、これで、この辺りにあるとしたら、この辺り、この辺りにあるって言って、逆が、こっちってした方が、この画面だったわけですから、東側はこっちとしてね、にあるっていうふうになったので、うん、それで多分、南っていう表記の方が、まあ、南南東な感じなんでね、うん。それで、南だろうっていう、指摘なんだと思いますけど、まあ、そういうような見方をされる方もいるのかなっていうことですね。まあ、一応そういうような意味合いで伝えたいんですけど、まあ、伝わらない人にはなかなかこういうのって伝わらないですからね。っていうことですね。一応そういうような釈明だけしておきます。で、あとは、近鉄の頃に乗ってたということで、ですので、まあ、だいぶ、あっちは古いですね。アスラロ鉄道よりも前ですもんね。うちが学生の頃はまだ近鉄線だったんですけど、アスラロ鉄道の方はうちが社会人になってからも、ね、今の家に越してきとった時もしばらく近鉄だったんで、うん。記憶にありますけどね。乗り越し生産がっていうかね、できますんで、プラス30円ぐらいか、30円だったかな、50円だったかで、日永駅からね、近鉄名古屋駅に行けるのにめちゃくちゃ使ってたんですけど、それがプラス200円に上がっちゃうんで、実質相当の値上げになってしまって、ね、日永駅ね、からするとね、っていうところがあったなっていうので覚えてますね。うん、で、まあ、ですので、まあ、私が学生時代ぐらいの話かなというところになってきますね。近鉄時代ありましたね。近鉄北西線でしたからね。っていうのも懐かしいなってことは、うちと同世代か、もうちょっと上の方なのかなって感じでしてね。昭和の話になっちゃいました。まあまあまあ、平成までありましたけどね。で、昔はもっと先に駅があったんよねっていうコメントで、この動画結構いっぱいいただいてたんですね。ありがとうございます。で、昔はもっと先に駅があった。そうなんですよね。要は、西桑名駅っていうのが、今でこそその南側にね、線路がこうやって縦にスーッと走っとったら、一番、横のところにね、こっち側か、ストンと、あった感じなんですけど、ただ、昔はそこからさらにぐいーっと曲がって、この辺りに西小金井駅があって、曲がり、カーブのところになかったら、日永駅の八王子線の方みたいな感じだったみたいに聞いてますけど、もうちょっと先になる感じなのかな。で、その先に、小金井の中心部がいますよね。小金井の中心部の方に向かって、もっと港の方に向かって、ね、スーッと伸び取って、他の駅が点々点々ってあって、うん。で、中心部のインターバーも兼ねて、いたよ、みたいな、構造だったらしいです。そっちの方はもう今は、広い道かな、アピタの辺りの道の辺りになるのかな、郵便局の前辺りかなっていうところら辺になってくると思うんですけど、あの辺りに走っていましたよっていう、ことですね。
ていうのがありました。そうらしいですね。私もさすがにそれはもう私が生まれる前の話なんで、私は実際にその辺りに乗ったことは当然ないんですけど、あったっていうのは聞いたことありますねということで、詳しい方いらっしゃるなぁということですね。こういうのね、あの話のネタにもなりましてありがたいですね。こういうコメントねということですね。で、次はなんだ、1日分しかない、亀山発伊賀上野行き列車っていうので20秒一発ネタっていうのがありますね。211-0が1ってなっとったんですけど、これ何かなと思ったんですけど、あれですね、クーハー211系の0番台。この前廃車になった、いわゆる国鉄車両、国鉄型車両っていうのはまだ何個か残ってるんですけど、211系も JR の末期に製造が開始されて、その後、国鉄の末期に、開発されて、製造が開始されて、JR になってからもしばらくはこれが製造されてたんですよね。で、その国鉄型車両って言ってるけど、実際には作ってないのに JR からもう作ったよっていうやつもあるんですよ。3000番台、5000番台とかがそうだったかなっていう、なんですけど、0番台は、オリジナルの、正真正銘のその国鉄電車なんで、それが、まだ最後の方、その関西線に残ってたんですよね。で、この時、その、鴨駅に行く、鴨駅方面に行く、伊賀上野行きのね、列車を映してたんで、それはあの JR 西日本のキハの車両なんで、機動車の車両なんで、全然また別のやつなんですけど、それの時に乗ってた車両が、そういえば、この0番台だったんですよね。っていうので、それに気がついたんで、0番台がいるっていうね、そっちの方が珍しいなんていうので、多分、書いてくれたんだと思います。ですので、詳しい人やな、というのはね。中の映像は別の動画では、その亀山駅の映像なんですけど、亀山駅に行くまでの映像のところでは、映ってるので、そこのシートとか見たらね、多分、ゼロ番台やな、って、クロスシートと、クロスシートとロングシートのね、掛け合わせみたいなね、ちょっと、構造になっておったりとかっていう、独特のね、ちょっと、内装になってるんで、最初分かりやすかったなっていうのが、対するんですけどね。うん。っていうのでコメントいただきました。すげえ。確かに後からよく見直してみたら、ああ、これ0番台やって、ね。そうや、この時もまだ走ってたなって。動画撮ったのは2年ぐらい前のネット上げとったんでね、そういうことですね。うん。気づくんやなぁ、さすがやなぁと思ったりしました。で、次が、0番台でいるの次が、結構いっぱいいただいてるんでね、ありがたい話で、まあまあ、投稿開始からちょっと数ヶ月分待ってるというのもあると思いますけどね。で、次が、ST098、スタースタイルニコニコでの、本格投稿11年ぶりに参加しますということで、イエーイっていうコメントいただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、投稿再開する日が落ちてやってるんですね。多分、なんで、これの方が先に動画アップロードしてたはずなんですけど、多分後からかこうコメントが入ってるんで、コメント順に並べた時のソートで、そのままバーッと今、コッペし作ったんで、そういうことだと思います。イエーイって言っていただいて。ありがとうございます。で、アイコンかわいいっていただきました。ありがとうございます。ここは青丸のやつですよね。あれは、ニコニコに上がってるのは、本当に2009年、というか、もうちょっと前か、多分アカウント作ったの2008年くらいだったんで、2008年にアカウント作った時の、アイコンをそのまま使ってます。ツイッターもそうですね。なんか、ま、データ的には全く一緒のやつそのまま使い回してるんですけど、YouTube だけあれかな、サイズの規格合わせないといけないから、一回ちょっとリマスタリングしたかなっていうくらいでね。うん、基本的には実は、2000年の時に作った、それこそ Windows 95ですよ。で、ビットマップで、Windows 95についとった、ペイントで、円描いて、直線引いて、ね、作ったビットマップのファイルを、2002年ぐらいに、一応 JPEG に変換して、JPEG GIF に変換しといて、で、JPEG で作ったそのやつをそのまんま使ってますね。だから、まだ PNG じゃないっていうね、感じですね。時代感じるなと思います。そんな感じですね。もともとは、一番最初は、5インチフロッピーで作ってたんですけど、それはちょっとデータの引き継ぎできなかったんで、さすがにね。
なんで、これは 3.51 フロッピーの時に、作ったなっていう記憶がありますね。そこから、そのフロッピーディスク自体はもうね、なくなっちゃってますけど、MO に代わり MO から、フラッシュメモリーに移したりとかして、で、今、このパソコン。と、バックアップのクラウドのところに入れたので、ね、まあ、それで一応なん、したりしてますけどね、実はデータ自体はその時に作った Windows 95で作ったビットマップの映像そのまま使って、ビットマップの映像を JPEG に変換してるから ビットマップの貼り付けができないんで、使ったんで確か、JPEG に変換して使ってますのが今のアイコンですね。ちなみに自画像じゃなくてね、これサイエンくんっていうマスコットキャラクターですね。名前なんてサイエンくんなんかっていうと、実はもともと、自分が所属しとった、中学の時に所属しとった理科パソコン部のマスコットキャラクターを作るかって言って、勝手に作ったやつなんで、別に学校に頼まれて作ったわけでも何でもないんです。勝手に俺がマスコットキャラクターでも作ろうって言って、作ったのは、始まりなんで、サイエンスから来てるんですよね。思いっきし土文系なんですけど、当時理科部だったんで、中2までは理系だったんですよ。そう、中2までは理系だったんですけど、中2の秋、本当に忘れません、秋の中間テスト、2学期の中間テストから、それまで、なんかわからんけど、数学なんて全然解けるよね、だったのが、なんかわからんけど、全く解けなくなって、80点取ったテストとか、急に10点、20点かって、それからはもう10点取れなくなるっていうね、感じでしたね。だからなんか根拠があってね、これだからっていう理由で分かったんじゃなくて、本当になんか分かるんだよね。だから小学、中学前半までぐらいのレベルだったら、全然、分かるよっていう。で、だから、さっしゃん、引きさんとか早いんで、レジとかを打っとった、まあ、レジ打ちしとったのもあると思いますけど、お取りの計算とかめちゃくちゃ早いんですよ。うん。あんな簡単ですかね。9合わせで最後を0にしてればいいんで、9合わせの0になるようにパパパーンって足す算したらすぐにお釣り出るんで、それに合わせてパパパって、次の10、次の10分に消えちゃった人とかに行ってね、それで終わすタイミングがね、1秒、2秒が早くなったら、スーパーのレジなんて、ほんとそれぐらい稼がないといけないんで、今ね、ガラガラガラってね、自動で出てきたら、はいって渡すだけなんで、あんまり関係ないですけど、私がまだ、チェッカーとかね、やってた頃っていうのは、チェッカーってレジ打ちのことにチェッカーって言うんですけど、このね、自分でお取り取ってこれと渡すっていうパターン、アナログなやつだったんで、なんでそのあたりは伝わりましたねなんてことね、一個ずつ広げとったらちょっとキリがないこれ、って感じですね。 iPhone が可愛いからそこまで広げてしまう、って感じですね。で次が044の19、機関散歩をやっとる、これなんだ、磯川パン周りのやつだ、四日市から高速バスでね京都に行って大阪の梅田の方面に抜けましたよという動画ですね。で、これは、どの回、19回というと、阪急山田か北千里、ね、山田川、欅通りでパン屋さんって言って、パン屋さんに頼るとこ、駅からパン屋さんに頼るとこまでのところですね、山田川とか渡って、山田丸系やってね、私の本名一応非公表になってるんですけどね、どうも山田っていう名字にはね、親近感しか覚えないんで、もう山田による山田のための山田だってね、撮ってたところですね。で、コメントなんだったっけ、千里線は、大阪梅田行きと天下茶屋行きが、交互に走るダイヤですよということで、あ、そうか、そういうダイヤになってる、ちゃんとダイヤ見てなかったんですよ、駅まで行っといてね、時刻表見てなかったんでね、お前何やってるんやって話なんですけど、そうそうそう、私が乗ったのは阪急梅田から行って乗り換えて天下茶屋発のやつに乗ってたんで、天下茶屋と国鉄の方にね行くやつしかないのかなみたいな話をしとったんですけど、最後の方にあれか、あれ梅田行きじゃねえあれみたいな話をちらっとしとったのかな。そこまではいい、あ、そうか、そのタイミングぐらいで外出てからだから、そうか、あ、でも梅田駅見たのはあちら北千里駅で見てるから、その手前のところだ。それで多分あっちとに行くやつ等で乗り換えができて接続するような形なんでしょうかねみたいな話を確かしとって、そこで、いやいや、そこから、総合で走るようになってるから、直接大阪梅田の方にも行けますよっていうご指摘ですね。あ、そうなんですね、ありがとうございます、いうことでございます。確かにね、こういうの、多分詳しい地元の方なのか、詳しい人がね、書いてくれるんでね、
ありがたいですよね。そのあたりね、どうしてもね、うちらでは調べきれないところが多いので、それぜひ、ね、どんどんコメントで、ね、書いてもらって、特にニコ動の場合は、そうするとコメントで見て、みんなが気づくんで、うん。YouTube なかなかね、コメントを見る人が10分の1ぐらいなのかな、全体の。動画を見る人の中では、コメントなんて見ないよ。ね、動画だけ見りゃいいよっていう感じの人が結構、大多数で、いちいち動画を全部コメント欄までチェックするよという人は多分 YouTube は少ないと思うんですよ。ただニコ動の場合はわざわざコメント消してみる人の方が下手すりゃ2割3割。まあ、何回も見てる動画だったらね、それこそぴょんぴょんする動画なんてのはね、あまりにコメント数多すぎてね、あと千本桜とかの場合はね、一回ちゃんとコメントの内容を見てみたいなっていうのでコメント消したりしてみることはあったりしますけど、基本的にはね、コメントをつけながら見る文化が、そこはちょっと大きな違いなんで、特にニコ動の場合は、ね、バンバン書き込んでおいてもらえると、でき、あれとしがたいですし、こういった注釈をね、ここで言っときますんで、これで YouTube の人もね、ああ、そうかって気づいてもらえたらいいかなと思います。だから YouTube もあれだったらコメント返しやってもいいかもしれませんけどね。YouTube はそれこそ、ニコ動これやってバーってコメントいただいたらね、多分1件2件あったかなぐらいだと思うんで、また YouTube のコメント返しはコメント返しからやるから、そしたらまあ1回分作れますし、と思います。そんな感じですね。で、天下茶屋が走るダイヤっていう話をしとって、次が043、の方のにコメントが入りましたね。043は、それに行く前ですね、四日市のから、南蛮まで、普通なら近鉄で行くところ JR の、しかも在来線で行くっていうんで、在来線取って行くって言って、南紀黒潮乗り継いでね、ぐるっと新宮経由でね、行くっていう動画を撮ったやつですね。なんだったっけ。一岡が回りすぎたシリーズで、一岡が回るって言葉にね、騙されて、ついつい回りすぎたっていうシリーズで、JR 四日市発、紀勢本線経由、JR 南部駅ですね。で、これは JR 南波から南下塩見橋に行った動画ですね。南波の地下から脱出せよという、タイトルになってますけど、JR 南波駅からね、マクドのあたりから出てやるんだったっけな、ね。うん、行きましたね。駅案内には何回の案内はあるんですけど、何回何倍駅に広報しか書いてなくて、実は何回の塩見橋駅の方が物理的には多分近いんですよね、っていうような位置にあるんで、 JR の何倍駅はね、それで行ってきました。まあ実はちょっと後日談になりますけど、つい最近もここ行ってきましてね、JR 何倍の方に行ってきました。塩見橋の方にはちょっと寄れなくてね、その後ちょっとまた別のとこに行かないといけなかったんで、うん、っていう感じだったんですけどね、うん、っていうのがあって、でこの動画のコメント内容が何回じゃないこちら、何は水死線が建設中新大阪まで、あっていうことで、そうですね、ちょうど JR 難波の駅のターミナルを移してたのかな、でターミナルとか行ってた時だったっけな、言ってましたよね、あの時。そうで、JR の難波駅の先見て、なんかね、車止め標識はあるけど、奥なんか、そのまま繋がってく感じですね、って言ってて。で、そうなんですよ。あれが、何は筋線に使われますよ。まあ、もともと計画で塩見橋線の方を通すとかっていうね、話もあったような、なんですけど、今はもうあっちの方、JR の難波のところからストーンと北を、ね、新大阪の方まで、通すっていうね、計画になってるらしいですから、あれできたら相当でかいですよね。無道水線が何せめちゃくちゃ混みますからね。まあ、ドル箱路線といえばドル箱路線なんですけど、名古屋流東山線とかみたいな感じですもんね。とんでもない混雑率なんで、ね、バックアップ線。まあ、千日前線だったら、ね、横にバックアップに地下鉄は通も走ってますけど、もう一つね、ここにできると、大きなバックアップね。ショートカットにつながるのかなというのでね。まあ、桜通り線とかね、ショートカット用に作ったはずが、全然ショートカットとして機能してないようなね、例もあるんで、どうなるのかなというところもありますけど、でも JR 線同士だったりするんで、それこそ新幹線で新大阪に来たら、そのままね、難波の方に抜けるときにね、そのまま大阪市内のね、近郊切符、長距離切符だったら大阪市内そのままね、東京からね、新幹線で大阪に行ったよっていう場合だったら新大阪から、今だとね、ぐるっと環状線に乗って出ないと、その、切符有効に使えないですけど、これがショートカットできるようになってくると、御堂筋線とかの方に乗り換えに行く必要もなくなってくるとかっていうのがあるんで、まあ、きっと、重要になってくるんじゃないかなという感じがしたりしますよね。そう、何は筋線はちょっと、今、多分住んでる中では相当大きい
新設の話をしたら、に、あの、とかね、覗いてたというところですよね。リアルにしたらこれが一番多分、ビッグプロジェクトになってくるのかなというところですよね。うん、で、次が、それが終わって、ありがとうございます。ということですね。で、次が、潮見橋線の電車は扉の閉まる速度が世界最速速度、速いやつですね。ガシャンってギロチみたいに閉まるやつですね。で、これ単発だったっけ、で、南海の車両は扉の開閉速度が速い。ということでいただきました。そうなんですね。あの列車に限らずなんですね。確かにそれだと乗ってても確か速かったなというイメージがありますけど、でもあれも二度指出しじゃないんで、確かに一緒の形式のやつだと思うんでね。うん。っていうのがあったりします。まあ結構、西の方の早めみたいな話を聞いたことありますけど、あれは特に特別速かったですね。バシャーンってきましたもんね。すごいなって。今ね、全然ピーポン、ピンポンって感じですけど、うん、っていうのがあったりしましたね。なるほどなぁと、いうのがいただきました。これが43の11にいただいていて、12の方にもいただいてました。それで潮見橋線に乗ってね、ずっと移動してきて、全部これ043のシリーズのやつですね。で、次は043の12で、吉野大里玉田駅から難波方面行くっていう、やつで、これがね、なかなか吉野大里玉田駅っていうのがちょっとかなり独特な構造で、高野線と、高野線と、潮見橋線と、あと南海本線とね、走ってるんですけど、南海本線のホームと高野線のホームがかなり離れてるんですよね。あの、日永駅とか、あと、平畑の駅がありましたけど、平畑の駅、あの、天理線、近鉄の天理線と橿原線のところですけど、あそこよりもさらにガンと離れてる、感じなんで、で、どっちの方が何倍が早いのかとかっていうのを冷静に見極めないと分かりにくい。で、今回の場合、南海本線の方を狙っていったんですけど、上に登ったらちょうど奥の方にピューって南海ナンバーの方に行く列車が止まってくるのが、止まって、停車しようとしているのが見えて、あーっていう、ことがあったなということですね。うん、で、そう、南海線で、高野線のホームがそう、南海本線や潮見橋線とかなり晴れているっていう、コメントをいただいていて、そうなんですよね。高野線と南海本線は隣り合ってるんですけど、南海本線と潮見橋線は、空にあってね、ですから、向かいからね、チュッチュッチュッって移動だけいいんですけど、本当にあの、高野線だけバコーンと離れてるんで、非常にそこがね、大変です。タイミングとかに、ね、見計らえてっていうところで。で、しかもここ普通しか止まらないんで、それで、あの、南海本線なら全然列車の本数多しいだろうと思っとったら、普通だけなんで案外ね、ちょっと気をつけないといけないなっていうところですね。これはちょっと、県殺しではありますよねっていうところ。でも面白いのがあれ実は潮見橋線ってもともとは高野線だったんですよね。で高野線のターミナル駅があの、潮見橋駅だったっていう歴史があったりするんで、そっちの、本来同じ路線だったら今も正式には書類上は一緒の路線の扱いなのか、高野線が、の、支線みたいな扱いになってるはずだったと思うんですけど、なので、同じ線が一番離れてるよっていう、一番端っこに分かれちゃってるよって、まあ、高架から工事の時に、どうしてもそうやってした方のが、効率がいいですからね。うん、で、あの、というの。もともとはこうやってクロスして、高野線とクロスして走っとったのが、高架化するときに、こうやってしないといけないとかっていうので、潮見橋線だけ最後ちょろっと残っちゃってるということみたいですね。うん、だったと思います。ありがとうございます。で、次が43で、次が二度見だロングシート車のやつですね。日本一、ロングスリル説っていうので、これは交渉の方なんで、50秒ぐらいの短い動画ですね。なんだこれって言って、ロングシートのね、写真とポーンと載せてね、一発撮りに行ったやつですけど、これにコメントが、いただいておって、これちょっと長めのコメントですね。もともとは高野線の山岳間、橋本から極楽橋へ入る車両、17メートル車体ですね。で、南海の車両の都合で、高野線から、南海本線へ配属と。いうことで。そういうことかと。いわゆる特急高野とかに使われてるような企画ですよ。17メートルなんで、確かに地下鉄、名古屋の地下鉄 の東山線が16、17ぐらいですよね。ですから、もともとその、ショートボディ
なわけですね。その電車の中で17メートルってのは相当ショートボディです。なんでかって言ったら、その、高野線のあの、山岳区間のくねくねしたところで走るように、でっかいやつだと、あの、くね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 、ま、小回りが効かないんで、それでその17メートル車体にするってことですね。長いところで言うと、まあ、東海道新幹線とかも長いですけど、在来線だと、近鉄が長いのか、21メートル車体だったっけなっていうのがあって、まあ、4メートル、ぐらいの差やないかっていうところですけど、これがやっぱ車のね、動かす上には大きくて、だってね、車でも大型車とね、あの車で4メートル差って言ったらどうだ、普通車プリウスと4メートル大きい、から4メートル長いボディって言ったらトラックとかな感じでしょ。2トン車でも4メートルはいかないよね、多分社長さん。どうだ、8トン車ぐらいは行くんじゃない？ね、下手したら10トン車ぐらいで4メートル下ぐらいじゃないかなというところなんで、それで当然運転の仕方も変わってきますよね。で、ましてや、あの、普通のね、自動車だったらハンドルがついてね、自分で曲がっていくんですけど、あの、電車はね、あの、曲がる車輪がないんで、そのままカーブのその線路の曲がりに圧をかけて曲がっていくんで、当然、その車体の大きさがそこら辺の負荷に大きく関わってくるんでっていうところですよね。うん、っていうところで、入ってた。その作業がこっちに来てるんでそういうことなんですね。だから、17メートルなんで2メートルやけど、ダイヤがロングなんでやっぱあんだけ長くなるよっていうことなんですね。なるほど。だからサントルビダーではないんだなっていうことですね。これ本当知らなかった。ありがとうございます。っていうところですね。で、次が、44-21、これ44は、あっちか、磯川部の周りの、あの、高速バスで行ったやつですね。で、京都河原町駅、宵戸屋橋駅のデジャブを感じるターミナルということで、京都河原町駅、これ阪急ですね。阪急の京都河原町駅で、撮影しておったら、ちょうどその日ね、先に、京阪の淀屋橋駅に行ってたんですけど、構造が非常に似てるんですよね。あの、切り欠きの一面三線になっておって、うん。で、その端とで、分けてね、ホームを長くして、だから横幅を掘らずに済むように多分、縦長にして、それで、端の方にも止めてるようにしてますよ、っていうので。で、京阪は確か、充電停車もできるような、ね、感じの作りにしちゃって、4番ホームまである。なんで2線しかないのに4番ホームまであるみたいな、ね、感じになっとった、はずですけど。うん。っていうことですね。それの説明ですね。で、コメントいただいてたのは、梅田にもあったはず。今も使われてるかわからんっていうので、これ、あれですね、新聞原稿っていうなんか箱があって、なんだろうこれと思って撮ってたところについてたコメントですね。ってことで、その新聞原稿のっていうやつが、梅田にもどうもあるらしいです。あ、これ全然気づいてなかったですけどね。ちょっとまた今度梅田行った時にちょっと調べてみようかなと思います。っていうところですね。で、一番線の先の方は10両編成時のみ使用ってことで、あの先確か暗くなってたんですよね。これ使ってないのかなって言ってましたけど、10両編成を入れるときは、その中にそういうところですね。で、あと JR は、摂津富田阪急富田駅の下りっていうので、あれからあの似たような駅名っていうので、富田駅、あの、河原町駅から、河原町駅から近鉄の河原町駅、漢字が違うけど読み方一緒だなぁって言うんで、で、やるのとかあるから、さすがに無理があるよなとかっていう話とかある人って、で、阪急富田駅があるから、近鉄のね、富田駅と阪急富田駅っていう手もあるなって話をしとったところの、コメントですね。で、その阪急富田駅、これ富田だったっけちょっとすいません。富田だったかもしれない。で、阪急富田の、その、ちょっと近くですよね。摂津富田、高時に摂津富田って JR の駅があるんで、あ、そうか、JR すら摂津富田もあったな、というね。あ、そうか、それで移動するっていうのは確かに、それだったら全然、大阪の、ね、中なんで、近距離じゃないし、なんなら散歩にするにはちょっと距離があるかな、というところなんで、あ、なるほど、それがあったな、というのでね。あ、そうか、そうか。こういうのね、言われてみたら、あ、そうか、そうじゃ、あるな、っていうんでね。うん。ね、なるんでね。こうやってちょっとネタも増えるんで、助かります。ありがとうございます。で、次が、
035の5、これは何のシリーズ？養老鉄道ターミナル完全制覇の旅シリーズのやつですね。で、越環散歩で、池野から北郷土歩いたやつですね。これはどこかな？池野からスタートしたところですね。木田温泉を最初目指そうとしたんですけど、距離見てね、あ、全然無理やん。しかも山の上やん。とか、池田温泉行ったことあるから、わかるやん、俺って。全然遠いやんっていうね、ことですね。で、駅前の様子ですね。で、ああ、綺麗ですね、とかっていうところで、駅前の手入れは、町の有志の方が手入れしてくださっておりますってコメントいただいてた。そうなんです。ありがとうございます。本当助かりますよね。その町の方もね、ありがたいですし、あ、そういうのに教えてくれる。しかも、もう地元の人なのかな、ね、この辺りとかはね、うん。そういった情報とかね、いただけるのは本当ありがたいですよね。で、やっぱ地域に愛される駅っていいですよね、というのとかね、思ったりしながら、コメントもありがとうございます。で、次が46-1。46は何だ、近鉄ターミナル駅完全制覇の旅のリマスタリング版の方ですね。元のやつはもうニコ動の方に上げてないから、ちょっとあんまりにもガシャガシャなやつなんで、改めてね、ちょっと画質も上げてるかな。あれも画質も上げて、ちょっと編集の仕方とかも変えてね、ちょっと見やすく。だいぶちょっと、最初の頃に撮ったやつだったんで、だいぶ見にくかった。んでね、それから辺をちょっと、書いてないですね。で、一番最初ですね、四日市発伊勢中川行き普通電車って言って、運行されてるやつで、ただし、伊勢中川まで行きませんっていうのに乗りましたよっていうやつですね。で、近鉄ではよくある話ってことで、確かに、そうですよね、最近でも減ってきてるのかなという気はしますけど、こっちの名古屋の方の管轄は、昔はこういった運用が結構あって、昼間にもね、私の手伝いでそういった運用があって、それで私知ってましたね。学生時代に乗ったら、普通列車に乗ったら、途中、市だとかで、交換しますって言われて、ってなって、乗り換えたなっていう記憶があったのがあって、今はあるんかなと思って調べたら、ああ、あるあるわってんで、乗ってみたよっていう、やつだったんですけど、今はもう全部白塚行きに変わってるはずです。で、白塚から、連絡、背中側方面に連絡する列車がありますみたいな表記に、変わっておったかなと思うんですけど、まあ確かに、まああるあるはあるある、ね、なんですねっていうことですね。100個があるところではこういうことかねっていうことです。まあ多分高時とか、高安か、あの辺りとかでもあるのかな、うん、っていうことですね。で、車両取り換えは、近鉄京都線でも、あ、こっちか、書いてくれてあるわ、近鉄京都線でも新田辺駅でよくやっているよってことで、あ、なるほどか、そっか、新田辺か、そっか、っていうことですね。で、確かこれが阪急もやるんですよね、っていうのは聞いたことがあります。なんか誰か動画にしてましたよね。ガミさんだとか誰かが動画にしてたな、っていうのがありましたね。うん。っていうんですね。ということですね。ありがとうございます。もう今なくなりましたよって話を確かコメントに書いてたんで、多分それで、いや、まだ、そっちの方とかでは残ってますよ、とかですね。ありがとうございます。そこまでチェックしないんだからね。で、次が、36年、これなんだ。あ、大山と神社で山本さんと結婚して企画してきたっていう。これはもう単発で、まずそれだけ撮っていてですね。大山と神社に行って、奈良ですね。奈良の天理市ですね。行ってですね。で、ウポツ。まあ、いただきましてありがとうございます。おつぶとつぶさん、ありがとうございます。コメントおつぶさん、ありがとうございます。で、米をつぶさん、あっちの、お米の米と米を使っていただきましたけどね。はい、ありがとうございます。で、次が、ST07、これなんだ。あ、懐かしの移動販売式パン屋さん、ロマンのパンね、が、近鉄東海駅構内にやってきたっていうので、やってきてたのを、こう、パッと紹介した単発動画ですね。で、そう、ロバのパン自体は多分四日市だけじゃないかなって、四日市だけのネタだったらそれにしようかなと思ったけど、どうも聞いとった岐阜の方が本当はメインらしいんで、じゃあ、スターステルの方で、メインチャンネルの方にしとこうかってんで、あげたやつですね。で、ニコ動の方だから関係ねえか、なんですけど、で、コメントはクッソなついと、小さい頃によく買ってたよということで、いやー、多分同世代かもうちょっと上のかとか、まあもうちょっと下でもあったのかもしれませんけどね、ということでね、いやー、結構若い子だと知らない人も多いのかなってところだったけど、でも最近これでね、ちょっとチェックするようになったら、Facebook もフォローさせてもらってチェックしてるんですけど、結構、その移動販売で行って、
結構三種さんのところで店頭でやらせてもらったりとか、そういうのもやってるみたいなんで、またホームページ貼っときましょうか。ね、貼っときますので、またそういうね、機能とか見ていただいたりとかして、独特のパンなので、ね、で、あの動画のリンク、全部動画のリンク貼っときますんで、そのね、気になった動画はそれで見てもらったらいいかなと思うんですけど、これはね、やってもいいんですよね。というところですね。で、いうところ。あとは、次はジャイルさんさんの収録がマスター最近名物アルタケ商店さんの牛肉弁当ね、いただきましたよ。これあれか、会食名の社員でパパッと食っただけの映像であんまりだったんですけど、マスター駅のアルタケってことですね。そうそうそう。で、駅の方のやつで、駅前にもある、駅前の商店街のところにもあったりとか、あとドライブインにも入ってたりするらしいんですけど、今回は駅の方に行きましたよ、と。帰京線の歴史を、歴史がどうだったかな、懐かしい写真っていうこと、そうですね。うん。焼肉弁当っていうのはね、昇進のところがね、いろいろと選べるんで、そういうふうにね。まあ、今回は、修学旅行用の団体でしたのでね、ちょっと、珍しいやつにしてみたんですけど、他にもね、いろんな往年の列車だったり、島風とかのバージョンもあったりする。まさか駅なんでね、当然、近鉄の電車も止まるんで、だから、それね、近鉄バージョンのやつもあったりする。それもそれで面白いですし、まあ、基本的には帰省線のね、ところの、その古い車両からね、いろいろとありますよっていうので、飽きないでね、ちょっといろいろと、また行った時にはね、勝手に集めたいなっていう感じですよね。ありがとうございます。次が078、ちょっと気に取りますけど、078の5ってことで、これはなんだ、西園寺鉄道便乗企画ですね、水間鉄道、貝塚市完全制覇の旅のシリーズで、仮テラスにできた餃子の王将に感動し、駐車場で致命的な店に気づく山田、あれですね、餃子の王将食べて、うまかった、よかった、ムーシーローのね、肉と卵の入り付けのね、セットがあって、これをセットに使うのはもう有能やと言ってね、大絶賛したところなんですけど、オリジナルメニューも豊富でね、すげえ良かったなというところで、大阪に今から向かうのに ETC カードがないってことに、ここで気がつくっていうね、動画だったんですけど、で、最近リニューアルしてオープンしただけ、結構昔からあるね、王将ということで、かっこ地元民までいただいてました。ありがとうございます。あ、そっか、ハッタンの全然気づいてなかった。なんだろう、ハリテラスじゃなくて、ちょっと、あれかな、そっか、先住んだところとかにあったから、全然ね、気づいてなかっただけだったみたいです。ありがとうございます。だから、1年2年みたいな感じでなのかな。まあ、単純に同じ場所にあったのかもしれない。私がたまたま全然気づいてなかっただけでね。あっち行くとどうしても、でもそのままドライブイン、針のドライブイン、ね、サービスエリアの方にね、スーッと入っていっちゃうんで、で、そこで食っちゃうんで、結構気づいてなかったのかなって。あと夜中に行くと思う方から単純に明かりがなくて、ってことからもしれません。で、あとは、次がなんだ、SD025、古い動画ですね。ペヤングの超大盛りマシマシキャベツを食べてみた。あったな。やりましたね。ペヤングの超大盛りのキャベツマシマシっていう、激辛じゃないんで、誰もあんまりあげてなかったんですけど、そんなキャベツもあるしっていうのが出てたんですよね。で、まぁ、激辛じゃない、激辛はね、やるとちょっと、仕事にね、影響出ちゃうんで、やらないようにします。お腹はすぐ、完全に倒しちゃうんで、うん、今、特に今のね、ところだとね、お腹ダウンしてトイレにこもるってことは、できない。でね、ライン作業なんで、そしたらライン止まっちゃいますからね、ってことなんで、そうそうそう。ワンチャンね、前のところだったらね、調整したら、まあだから結構、お腹がギュッとなっとっても結構、なってもね、ある程度ちゃんと、時間確保すればね、ちょっとお腹が弱いな、ちょっとトイレの回数多めになるなっていう時でも、まあ大丈夫だった、大丈夫だったんですけど、なんて言ったらいいのかな、これはもうね、工場によってセンサー万別で、わかりやすく言うと、ドーンとね、もう在庫があって、はい、この在庫を今日中に何個見といてくださいっていうような感じの、ところ。だったら、それをちゃんと見えるようにさえしておけばいいんで、ちょっと途中でトイレとか行きやすいんですけど、なんて言ったらいいのかな、
完全にラインに入るようなね、作業、だと、ね、トイレ行ってきますって間だけラインが止まっちゃうんで、ラインもね、その、タクトがね、あの、分単位のね、タクトみたいなところだったらあれなのかもしれんけど、まあ、基本的にはあんまないよね。うん。うん。大体ね、あの、その秒単位で決まってますか、30秒タクトとか、75秒、あ、一番長いところだと、2分半タクトっていうところがあったかな。150秒タクトとかっていうところがあったりしたんで、2分半でね。うん。っていうようなところがありましたけど、2分半じゃね、あの、はいって言って、その間にこっちは作業して、それ、ね、あそこの場合だったら、まあ、ちょっと、あの、ラコラコだったし、1分ぐらいの検査で出てくるのが2分半ごとに出てくるぐらいだったんで、ちょっと余裕はあったんですけど、とはいえね、あの、溜めとけないところだったんで、うん。ストックしてね、3、4個ぐらいで、ちょっと、3、4セットぐらいちょっと溜めといて、ちょっとトイレ行ってきて、後からバーッと一気にやるっていうね、のができるようなところもあったりするし、うん。できないところもあるし、まあ、一番ね、あの、助かるのは、もう、あの、できてる在庫のストックのね、あの、倉庫とかにてね、はい、これを、あの、業者に見といてくださいね、とかだったらね、あれなんですけど、まあ、ただ、行ってね、計算してって、これ30秒でね、ワンセット終わらせるつもりだったけど、10秒でワンセット終わらせないと、それでも残業3時間ぐらいかかるぞとかね、いうのがあったりとかね、いうのがあったりしますんでね、そのあたりとかね、あれだったりしますけどね、まあ、何だったっけ、キャベツ増し増し、ああ、で、キャベツ増し増し食べましたよ、ということで、この時もあれですよね、超大盛りと、あの、その超大盛りのキャベツ増し増しと、普通のと食べ比べっていうのでね、2つ食ってるんですけどね、で、社会復帰を応援してますってことで、これあれか、あれキャベツ増し増しやった時って、ニートというか、あれの時、あの、郵便局辞めたぐらい、辞めた時の話ぐらいか。だいぶ前ですもんね。25だから。うん。そういうねかなっていうことなんですけど、まあ単純にあれかな、あの、その、両方のペヤングをね、食べる、ね、この残念なおっさんの姿見てね、もう社会不適合者やん、こいつっていうね、レッテルをね、貼っていただいたのかもしれませんけど、まあそれは、あながち間違いでもないですから。じゃなきゃね、この年でこんなことやってませんからね、っていうのか、とかね、あったりしますというところですね。ありがとうございます。応援ありがとうございます。一応なんとか働いてます。また、戦場回通知加えするくらいちょっと怖いですけどね。で、次は、078-10、岸和田今、これも西門寺鉄道ですね。今木から、タコ地蔵駅までね、岸和田駅を朝ドライブした方ですね。で、ユーロっていうね、これもアプリ、出演貼っとこうかな、こういうのが入ってたんですけど、これなんでしょうね、ちょっと。ユーロのマーク、なんか意味あったっけなって思ったんですけど、なんかあったっけな、いや、この、あの手のやつって、なんかの、その、意味合いが困っとることが多いんですけど、ユーロ、なんかあったっけなと。ちょっと、すいません、音が拾いきれてなかった。まあ、単純にちょっとなんか書き込んでくれたよっていう、やつかもしれませんけどね、っていうことです。ありがとうございました。こんなんでも全然嬉しいんですけど、何やろって。ネタも広げますけど、これはある意味、うっぷんの特有の、あれですけどね、分からんのがあったら分からんのがあったらそれはそれで広げれますからね、ということでございますね。で、次が080-26、これはあれですね、桜神社の桜神社合格祈願の旅シリーズですね。で、史上最速6号駅構内にある、名所、完全制覇の旅っていうね、めっちゃ楽でしたよね。駅降りて、階段降りた、そこに、はい、名所案内の名所あります。以上ですっていうね。ね、超楽。数メートルって言ったらね、めちゃくちゃ楽だったなっていうやつですね。あの、狂気の、在来線のね、狂気幅での最速記録を記述したって、ほんと直線長かった、その長いなって話はしてたんですけど、なんでそういった実験使われてたらしいですねっていうところで。ですね。で、いただいたコメントはポツナのさーとか、ありがとうございます。ありです。ありです。ということでございますね。で、次が、167、意識低い系ビーガン、意識低い系がビーガン食するとこうなるっていう、あれですね。うん。
ショート動画のやつをニコ動でもちょっと持ってきてみてやったんですね。で、見るだけになると待てそうなラインナップだそうですね。スタミナ感はゼロですよね。せめてニンニク入れじゃね、あれですけどっていう感じですよね。で、ビーガンって納豆菌を食べれるのを生きて、動物なのにっていうことで、これ一応動画内にもコメントをつけといたんですけど、うちの方から調べました。そういや、納豆菌ってダメかな、菌だしなと思ったんですけど、なんかね、ビーガンって菌は大丈夫らしいんですよ。ただ、納豆って、納豆の種かけるじゃないですか。納豆のカレーに、タレに、カツオだしが入ってると、それが動物性タンパク質。あ、ちなみにうちも、オーガニックやってたんで、多少は、やっぱオーガニック好きな人と、厳密にはイコールじゃないですけど、オーガニックと、マクロ、ビオテックとか、あるんですけど、マクロが、好きな人、オーガニックですけど、まあ基本的には全体的に意識高い系なイメージになってるのかなと思いますけど、厳密に言うとビーガン、オーガニックって実は違って、オーガニックはお肉食べれますからね。オーガニックでその、化学肥料とか使ってない、やつを食べようっていう、ぐらいの緩い、人もいれば、どっちのが緩いのかな。もともとはそのオーガニックっていうと、自然派っていうので、その化学薬品とかも当然とかでもダメだし、自然なもんね、伝統的に作られてる手製品のものとかね、機械工業で作られたケミカル、ノンケミカルな流れって言ったらいいのかな、アンチケミカルな、ところの、化学合成の、着色料とかそういうのは使ってません。合成料とか保存料とかは使わないやつを食べましょうねっていうのが、オーガニックなんですよね。うん、オーガニックの中でもですから、ちょっと、厳密に私ここまでやってますよとかっていうのを言ったりするし。まあ、うちの場合だったら、どっかでも言ったことありますけど、調味料だけとりあえずオーガニックとか、伝統製法の方のやつに、しておくだけでもだいぶ違うよって話はね、したりしたことがあると思いますけど。で、いうようなところなんですけど、ビーガンは完全に野菜食なんですよね。菜食主義。で、菜食主義も、ベジタリアンっていうのがあるじゃないですか。ベジタリアンがいわゆる菜食主義なんですけど、ビーガンになってくると、完全に動物性タンパク質が悪っていう考え方により近いのかな。より厳密なところがあって。ですので、カツオエキスが入ってると、それが動物性タンパク質に触れたらダメっていう、ところになってくるらしいです。ただ菌は火らしいですよ。そこの区別もよくわからないけど、まあ確かに、まあ菌使ったね、ヨーグルトなんかがそうすると、どっちにしろ乳製品もダメなのか。あ、そう、確かね、ベジタリアンはミルクは OK なはずなんですよ。ただ、ビーガンになってくると、ソイミルクとか、そんな感じで大豆のやつとかね、ピーナッツミルクとか、そういったのでね、ダメとか確かあったはずなんですよね。非常に難しいです。別に、まあ、ビーガンって言ってる人の中でも、どこまでやってるのかっていうのは厳密には決まってなかったりするんで、うん。だから、ビーガン系の、その食事を取り扱いますっていうのをやるときには、非常にそこが難しかったりします。うん、っていうところですね。オーガニックでやってるときはアレルゲンの方の心配さえしておけば逆に言えば大丈夫かなっていうところがあったんですけどね。やっぱそういうのアレルギーがある人が、食物アレルギーを持ってる人が多かったりとか、衣服なんかでもね、要は、河川だともうすぐに腹がもう湿疹出ちゃってダメですよっていう人とかいて、そういう人向けの、化学繊維は当然使ってなくて、自然羊毛とかね、ウールとか、綿とかのやつで、しかもそれを、色染めとかするときに化学繊維を使ってるとそれも荒れちゃうとかっていう人もいるんで、そういうのじゃない、もう自然なやつで染めてるやつとかですよっていうのを提供したりとかっていう、そういうの、まあ仕事やってたんで、そういうのがあったりとかはあるんで、そのあたりはね、正直、個別に聞いて、どこまでが対応できるのかなとかっていうのを、やるのが、しかないというか、それが一番、確実かなっていう感じですね、っていうところだったりしますね。っていうのがあったりします。ので、ビーガンは、そんな時は、菌は大丈夫なんですって。ただ、カツオエキスの方で引っかかるんで、昆布エキス 100% の、やったら大丈夫です。まあ、だって生きてるって言ったらね、それ言ったら昆布とかね、植物だってね、生きてるじゃないかってね、夏だって生きてるじゃないかってね、有名な名言だったりしますけど、っていうところだったりしますね、っていうところで、
おっと、この後本当に食べたのか気になりますかって、これあれか、概要欄のところの、から、文字ってきてるのか、単純な紛れしなのかちょっとわかりませんけど、概要欄であれですよね、食べ終わった動画の、映してないと最近叩かれるよねって話とかをしとって、で、この動画に関しては、しかも、取り忘れてますっていう話をしとってね、それで、はい、コメントかなと思います。まあ一応ね、食べたんですけど、証拠がないんで、なんとも言えねえって。一応証言はしておきます。食べましたよ、おしていただきましたよってことですね。あ、ただ全然足りなかったので、それの後マルチンハンバーグ焼いてご飯食べどうったっていうのは、別の話にしておきましょうか。で、次が、自分の子供が YouTuber になりたいと言い出したら、このチャンネルを見せてあげようっていう動画ですね。頑張った動画ですけど、いただいたコメントが無理ですってことで、あれかな、この動画を見せるのが無理ってことかな。まあ、致し方ないね。うん、子供に見せる内容じゃないよね。うちのチャンネル。もう、R18 貼っといた方がいいんじゃねえかって気がしてきてますもんね。あ、ニコ動 R18 ってタコがあるね。YouTube だとね、本当の規制がかかっちゃうんで、ダメなんですけどね。うん。だから、あっちの R18 で貼っとけるとね、本気で嵐が出ちゃいますんで、当然 R18 っていうのを見るとか、当然なんていうの、完全に見はしないです。イメージビデオ的なものが多かったりしますよね。ニコ動の R18 は。基本的にはそういったの、が上がっていって、アイドルの水着映像とかね、そういった感じのやつが多いかなって。ちょっとマニアックだと、ちょっとエロコスみたいな感じになっているような。まあ、エロコスって言っても、見えてたらね、やっぱバンなのかな。見えてるやつはないですよね。昔は上げては消せ、消され、上げては消されを繰り返してて、いや、わかった、今一日に落としとけとかってね、やってて、あらーと思って落としてる、落としてるのね、後から見てみたらね、漢字のシーンから先がね、人形者になっておったとかね、じゃじゃーんって言って、また落ちんやんかいっていうね、やつとかありましたね、落ちんやんとかしね、島田組とかね、ありましたね、分かる人にも分かんないからです。というのがあったりしました。まあ、途中から、結局、アベガの続きが気になっていいから、これの次の話を、ブラクラでいいから上げてくれってなってましたもんね。長い話だったんで、いや、ちょっと待って、だから続きが気になんねんって、その後、ちょっと、ね、金沢さん、じゃあ、出してきてからって、どうなんのって、ね、いうところとかが、気になって、逆に、やつ、街とか、ね、やってたりとかありましたね。っていうのがあったりしました。っていうのがあったりとか。でしょ？で、次が、無理ですの次が、駅前散歩、東舞鶴駅ってやつですね。歌玉と見たって、2019年5月に、改めてね、YouTube の方でもだいぶ後に投稿したやつ。ストックで、要は保険用って言ったら、未編集の保険用のやつっていうのが何個かあって、うん。要は、いざ本当にもう動画収録ができねえぞってなった時に、編集するネタもね、なくなるってなるとまずいんで、一応ストックしてあるのが、今もあるんですよ。あって、多分2019年のやつが残ってるわ、なんですけど、で、さすがにもう、使っとかんと、一緒出すことないだろうってんで出したってのがありますね。オクラ出ししたやつですね。ですけどね。で、ウポとオツって2ついただきまして、ありがとうございます。で、次が080-26、次は六甲駅構内、構内にある、名所案内、あれ、これあったよな。これやったな。ごめんなさい。かぶってましたね。で、次が、最初の投稿作業を開始。これなんだ、101-2、新しいやつだな。あ、今やってるやつだね。底辺 YouTuber が24時間ニコニコ動画に投稿し続けて何本投稿できるっていうやつで。あ、これ大事なコメントだ。最初の投稿開始したやつなんですけど、ちょっとマイクの拾う音がアレな感じなので、もうちょっといいやつの導入お願いしますっていうことをいただきました。ガチなね、街ですね、いただいてありがとうございます。これはただちょっと説明しとかないといけないですね。多分、なんですけど、この動画でどうかなっていう感じなんですけど、マイク自体はこいつそこまで悪いマイクではない。4K 対応ネットで、
一応ウェブ会議とかに使えるやつでっていうので買ってるんで、昔のこっちのね、あの古いやつ10年前にやってたと全然ダメですしね、他にもちょっと持ってた古いマイク使ってみたけど、それだとちょっときつかったんですけど、こいつだと基本的にそこまで音質自体は、問題がないはずなんですけど、うちがあれですね、多分この動画作ってた時に、あのイコライザーで音量調整で周りの音じゃなくて自分のトークのとか聞きやすいように調整をかけてるんですよ。でこれドライブ動画とかだと周りの音がめちゃくちゃうるさいじゃないですか。なもんでもう落とさないと全然聞こえないんで、それで調整をかけたりしてたんですけど、で多分この動画はこの とこら辺のやつはあのそのドライブ動画用の本当にもうガンガン周りの音をもうガツンと落とす設定で作っちゃったので、駅の構内とか、あのね、だと、それにしておいた方がいいんで、で、多分、オートメーション的に、あの、一時期ちょっともう全部それにしておいて、遠くが聞ければ大丈夫やろっていうんでやってたんで、それで多分カピカピの音になってるんだと思います。なので、ちょっとこの動画はもう、音声編集、逆にあれすげえ時間がかかるんで、それなりに時間がかかるので、あの、自動処理なんでね、ほっといたらいいんですけど、ね、待ち時間ができちゃうんで、っていうのがあったんで、とはせっかくなんでちょっと試しに、こっちの動画はそのままの音質で上げてみました。で、これで、それでまあ音量だけね、調節してね、ちょっと上げてみて、様子を見てみようかなと思っております。まあさすがに最近だと今編集してるやつだと、金山駅とかで撮ったりしたやつはね、やっぱすごい音が大きかったんで、ちょっと調整入れましたけど、さすがにちょっと全然聞こえんわってなってね、もう、わーってすごい音になっちゃうんでね、っていう。感じですね。これでどうかなということで、ちょっとそのあたりは適宜ね、そのあたりの調整が特にいらねえだろうっていうところはまあそのままのね、元音質でやって、まあどうしてもちょっとドライブ動画とかだとね、特にじゃんけんの旅は今後上がるのか、まだ上がってないか、ニコニコの方では。じゃんけんの旅とかの場合はもう完全に車の中で撮ってるやつなんで、だいぶちょっと音量調整して聞きやすくしてますんで、ちょっとそのあたりまでするんだけど、ちょっとそういったところがあるかもしれませんけど、まあ、こうやって普通に喋ってるやつに関しては、ちょっともう普通に上げていこうかなと思います。ありがとうございました。で、次が、これが最後かな。おめでとうためらう完全制覇のタクシーで CM でポッドランドさせていただいてありがとうございます。ありですということでございますね。これあれか、昨日上げた動画なんで、今、これ編集してるの日曜日、年中最後の時に撮ってるんですけど、という方ですね、ありがとうございます。ということでございますね。まあ、こんな感じでざーっと読んできました。まあ、最初なんでちょっと長くなって1時間超えちゃった、ですけどね。まあ、こんな感じでね、ちょっと編集して、短めにしておくと思いますけど、間延びしてるところとかはね。まあ、今後もね、ちょっと定期的に、米返しはね、やっていきたいなと思ってます。で、YouTube の方も、需要はあるのかなちょっとわかりませんけど、まあ、そもそも米田はまあ、YouTube の方はめったに入らないんで、まあ、あったらまたそれも拾って、やっていこうかなと思いますので、またよろしかったらね、こういった雑談系のやつもね、ご視聴いただければと思います。ということでね、以上でこの動画で締めさせていただきたいと思います。また、まあ、2週間ごとぐらいかな。まあ、定期的にね、ある程度ちょっと質問の量が溜まったところでやっていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。ご視聴ありがとうございました。